本最新不動産情報。はい、どうもベトナム住まい芸人ダブルシューシンスケです。こんな素敵なサービスアパートメント紹介できますよ、ロイジェントパークスハイフォン。ただ初めて来てね、もう僕らだけじゃ心細いので、ロイジェントパークスの吉田さんに案内してもらいます。はい、お願いします。あ、どうも、はじめまして、ロイジェントパークスハイフォンセールスやっております吉田です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、この辺りってどういうエリアになるんですか？あの、もう新しく開発されてるエリアになります。はい、静かで新しくお店がいっぱいできてきてるっていう感じのエリアになりますよね。はい、でイオンさんもありますもんね。ありますね。イオンモールもありますし、この辺はすごいいい場所なんですよ。はい、はい、じゃあもう早速ですが、はい、中案内していただきましょう。はい、お願いします。綺麗ですね。あ、ありがとうございます。はい、できてもう今どれぐらいですか？もう丸3年経ちましたね。3年経ってこの綺麗さですか？はい、めちゃくちゃ綺麗だし、リビングも広いし、いいっすね。ありがとうございますで、僕ね、やっぱ最初ここ見てくださいよ、この靴箱の広さ、やばない？めちゃくちゃ広いやん。ワンベッドルームでこの数見たことある？加納京子さんあたりがもう靴置いても OK ぐらいよそうね、ね。ああ、で、こちらトイレ、このトイレもね、セパレートで用意してあるんで、ウォシュレットですよ。さすがね、これどこにでもあるわけじゃないからね。そしてリビング広いっすね。この家具とかももう全部おしゃれだもんね。いつもね、ソファーの大きさをこう測るためにこう座って、すごい大きいですねと言ってまして、はい、でそれでこう、まあ寝そべるというか、はい、そういうのでちょっとこう大きさを測るんですけど、はい、でせーので寝そべっていただければありがたいです。僕こちらに寝ます。あ、もうお任せします。それはもう、はい、はい、せーの。左の逆になってくる。待って、打ち合わせこっちですよ。めちゃくちゃお笑いやってくれた。めちゃくちゃお笑いやってくれた。吉田さんがこうやって対応してくださる、そのサービス精神あふれた、はい、吉田さんも常駐ですもんね。常駐です、はい、だからもう困った時には、はい、吉田さんに連絡いただいたりとかしたら、もうすぐ対応こうしていただけるという。そうですね。ソファーも広いし、はい、ちょっとこう固めでね、あんまり深くなりすぎずこうゆったりこう見れるっていう、いいソファー。ありがとうございます吉田さん、はい、広いっすね。リビングも電気もおしゃれっすね。ポンポンポンって、もう広いですよ。このシンクもね、広くありまして、こう2つに分かれてることによって洗いやすかったりしますからね。おすすめポイントやっぱ、はい、水が飲めるっていうところですね。水、え、はい、すごい。え、これじゃなくですか？はい、こちらも、はい、この洗浄機もついておりまして、はい、はい、このボタンをちょっと押していただくと、はい、この青いランプで、青いランプ、青い部分になっている時ですと、はい、これはもう洗浄機能が、まあ、機能している状態になります。それですので、もう、はい、もうこれだから飲んでいいんですか？水して飲めます。マジっすか。ここがベッドルーム。ベッドルームも広いね。これベッドめちゃめちゃ広くない？めっちゃ広い。これキングっすか？キングの一つ上のグランドキングですね。出た、初めて聞きました、もうグランドキングそんなランクがあるんだ。グランドキングっていうのがあるんですね。いや広いもんだって。縦より広くなってるよ、横が。僕の家族だったらマジ4人全員いけるわ。4人全員いける。でこっちはデスクもあって、まあ書斎みたいな感じでね、仕事もできると。こっち行ってみましょうか。なんでしょう。おっ、トイレだと思ったらウォークインクローゼットですね広いっすね、ここも。じゃウォークできる。そしてシャワールームとトイレと、お、洗濯機。広いっすね、ここが。もう空間がね、空間自体が全部広い。だってこの距離で取れることない、うん、いやね、ここも広いですしね。鏡もでかい。
めちゃくちゃでかい。こっちがね、シャワールームですよ。今までで一番広いかも、これシャワーのスペースだと。完全に開けるもん。吉田さんもちょっとやりたそうにしてた。本当してましたよね、ちょっとね。でも飛ばなくてもちょっともう初対面なのになんかすごい。これ本当に大きく手出せました？出せました本当。はい。ちょっと僕は出せました。出せました。じゃあ僕やってみます。はい。本当ですね。めちゃくちゃお笑いやってくれますやん。自分でもう一回振り直してる。いやでも本当になんですよね。あなたはさ、そんなに背高くないから。高い。よし。でもちゃんと。広げられてたからすごい。いや、いいっすね。で、綺麗だしね。もうここもね、ちょっと収納というか置くスペースもあるしね、うん、いいわ。はい、そしてこちらが2ベッドルーム。まあリビングの形はさっきと同じような1ベッドルームとちょっと逆になったような感じですかね。はい、そうですね。はい、で、僕この木のウッド調、はい、これもいいっすね。この静かで歩けて、はい、はい、ありがとうございます。これ全部屋そんな感じになってるんですかね。そうですね。へえ、めっちゃいい。こちらだとスモールベッドルーム。はい、スモールといえどこうね、書斎というか、まあちょっとね、デスクもあって、で収納もあってね、結構一人でちゃんと生活できる。はい、そしてこちらがマスターベッドルーム。出た、これもベッドが広いやつ。デスクもありますし、だからここはもう一人でできるもんですよね。いや、もうここは何人でもできる。広いよ。広いね、うん、マスターベッドルーム広いね。はい、で、こちらがトイレで、出た！浴槽あるじゃないですか。はい、2ベッドルームには浴槽ついてるんですね。広くない？この浴槽めちゃめちゃ広いよ。めっちゃ広い。足伸ばせますし、いいっすね。はい、というわけで1ベッドルーム2ベッドルーム見ていきましたが、改めましてサービスの部分、はい、どういったのがあるんでしょうか。部屋の掃除の面に関しては、はい、まあ、基本的には週6回掃除を入ります。週6回、はい、超いいっすね。その時に、はい、お部屋のまあゴミの回収と、はい、あとタオルの交換。あ、はい、はい、タオルの交換。あと食器洗いも行ってます。マジで全部やってくれる。あとベッドメイキングも週に一度、はい、まあ、シーツの交換はして、はい、まあ、ベッドメイキングの整えるのは週6回行っております。へえ、だからもうホテルみたいな感じですね。だからもうそのサービスのレベルでいうとね、はいはい、共用スペースとかだとどういったものがあるんでしょう。建物の中ですと大浴場、はい、まあ、スポーツジム、それと併設しまして、はい、ヨガのできる、まあ、ヨガスペースと、 あとは、はい、ゴルフ のシミュレーション、おもう併設しております。屋外プールもあります、はい、まあ、せっかくなんですと、はい、WC さんも一緒に行ってみましょう。はい、見に行ってみましょう。はい、はい、マジでスーパー銭湯とか来た気分。うわ、めちゃめちゃ変やん。マジで入って帰りたいわ。で、こちらがジム。そうですね。ですね。いや、広いですね。奥行きもあって。はい。で、これゴルフですか。そうです。めっちゃいい。室内でさ、普通こんな打ちっぱなしみたいなことなかなかないよ。こちらヨガスペースは、はい、週に2回。はい。へえ。ここパーティールーム。はい。広いっすね。これも借りるときは何か予約とかが必要なんですか。事前に予約も必要なんですけども、はい、特にお客様からの予約が入っていなければ、はい、もうご自由に使われて結構です。あ、そうなんですね。はい、そしてプール広いっすね。いや、広い。で、奥にはバーベキュースペース。4日前に注文していただいたらもうお肉セットみたいな、そうですね、野菜セットみたいなのがもう注文できて、で、食べることできると。じゃあ最後ちょっと吉田さん、なんか言い残したこととかありましたら。2つございまして、はいはい、まず1つは、はい、法人のお客様に対して限定で の契約ができますので、はい、まあ、通常でご利用される方よりも、まあ、安い金額でご提供できます。あ、いいっすね。もう1点はですね、はい、遅い時間のチェックアウトも可能です。夜の8時まで。めっちゃいい。ということで皆さん、気になった方はぜひ
ひね、こちらの下の方のリンクで問い合わせしてみてください。ロイジェンドパークスさんには吉田さんいますんで、すごい心強いですよお待ちしてますね、はい、はい、連絡お待ちしてますんで、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。